Hello, everybody! 今日はゆきちゃんと手放しをテーマにお話ししていきます。そう、私は内なる女性性を解放することをサポートしているリンです。みんながもっと解放的になるためにいろんなティップだったりコーチングだったり講座をやっています。イエーイ！そう、でゆきちゃんは昔にねプログラム受けてくれて、今こうしてまだお話ができてすごい嬉しいので、今回は絶対録画に残したいと思います。 OK、 聞いてもらうの楽しみです。はい、さきこちゃん。 Alright、 でこの場は思ったこと感じたことどんどんコメントに書いてくれると嬉しいです。はい、わーあれ、いや、そうみんなは今何を感じてますか？ Let's write it down! 書いてみて、書いてみて、うん、で、なんか本当に思うのが手放しなんだけれども、4月から新しいまたエアリーズ、獅子座っていうの始まるよね。なんか3月って私終わりっていうイメージで、4月から新しいあの星座が始まるっていうか、新しい1年が始まるイメージだから、本当に3月って結構手放しをする時期だと思うの。だからこそいろんなことが出てくると思うの。日常生活に、日常生活にあの違和感とか不安不安とか悩みとか、あまりうまくいかないことが絶対もっと現れやすい時期が今だと思うのね。だからそれを感じている人111って書いて、で感じているのであればあなた一人じゃないよ、これはそういう時期なんだと思って、これ共感できる人11222って書いて。できた、やった、すいません。あら、そのなんか素敵あ、さきさんこれから引っ越しするからその準備に追われてます。わー、Thank you。 あら、ゆきちゃん素敵、ありがとう。りんちゃんもいつも通り素敵です。ありがとうそう、よし、じゃあまずゆきちゃんにミニ自己紹介してもらって、そこから手放しっていうテーマについて今日お話していきたいと思います。で、みんなも手放しって言ったらどんなイメージがあるか、ぜひぜひ書いてくれると嬉しいです。はい。そしたら、私は今あの、体と心から、どちらからもこうアプローチするような仕事をしてて、で、まず精神性、心の方はあのスピリチュアルっていうツールを使って、あの自分がこうどう生きたいかとか、どうありたいかとか、まあ、そういったことがこう分からない方がこうどんどん自分とつながって分かるようになる、あの覚醒ワークっていう講師をしてます。わーそれで、はい。で、あとは、その、例えば、じゃあ、自分のことが分かってきたんだけど、どうしてもやっぱ体にも今までの気持ちとかが染みついてるから、こう、なかなか行動に起こせない方とかっていうのがいるんですよね。で、そういった方は、やっぱり体からアプローチした方がよくって、で、そういった方には、あの、私は、その、なかなか聞き慣れないかもしれないんですけど、古武術っていう、まあ、昔からあるあの武術なんですけど、その古武術の体の使い方っていうのを教えていくことで、あの自分のこう癖を取っていくんですよね。わあ。同時にこう、なんていうのかな、思考の癖もあの一緒に取れていくし、やっぱこう体の癖を取ることで、こう本来の自分の動きたい方向に動けていくような、はい、そういった講座もしてます。わー、Thank you! わー、なんかもう聞いてるだけでワクワクするっていうか、何が何なんだろうってなるような、こうみんなぜひゆき
ちゃんのページに行ってチェックしてください。All right. So, あ、ちなみに一番最後に、ゆきちゃんから なんか告知があると思うから、それもみんな楽しみにしててね。あ、さきこちゃん、すごい気になりましたって。ぜひぜひ、そう、なんかね、ちょっと古武術講師っていうと、なかなか、なんなのって、気になるって最近ほんとよく言ってもらうんですよね。なので、ぜひぜひ、さきこさん、フォローとかしていただいて、メッセージとかでちょっと、やりとりできたら嬉しいです。はーい。Alright. じゃあ、手放しについて、お話し、していきたいと思います。はい、これはなんか、うん、手放し最近何を感じてますか？はい、もう本当に2月すごい、こう、あ、こことこういう風に向き合うことで手放しをしていくんだったって、こうなんかこう思い出すような、なんていうんだろう、改めて手放すってこういうことかってこう思うことがあって、でもそれだけやっぱ2月は心が忙しかった。そうで、なんかこう、なんていうのかな、よく本当に手放しって言葉も聞くし、なんだろうな、そういう情報ですごく溢れてるんだけど、私の中で手放すってこう、例えばこういう自分はもう、あの、なんていうかな、今の自分に必要ないから手放そうとかあると思うんですけど、そういう自分を手放すってよりも、そこの、なんていうかな、そういう自分であることで必ず感じてるメリットとか利得みたいなのがあって、そっちの利得を手放さないと変われないって思うんです、私は。そう。だからこう、例えば、じゃあ、なんか人とこう比べちゃうのが嫌だとか。でもそれは比べることを手放すんじゃなくって、比べることで絶対自分は、あの、メリットを感じてるんですよ、結局。うん。そのメリットがあるから、なんていうのかな。その方法で今まで自分を守ってきたわけで、この生き方をすれば、私はちょっとこう、笑顔でいられるとか。うん。だから、そこに目を向けて、あ、こういうメリットを感じてたんだなって。でも、そのメリットはもう、あの、必要ないんだよって、そこを手放さないと、あの、なかなか考え方とかっていうのは、変わらないんじゃないかなっていうのを、ちょっとやっぱ改めて2月、すごい思うことがいっぱいあって、わあ、あるメリットがなくても大丈夫っていうのを感じる。そうそう、その結局なんかな、メリットにこう執着しないみたいな。うん、そこになんていうのかな、例えばその比べる自分嫌だとかじゃなくて、比べることで過去の自分がこう今の自分を守ろうとしてくれてるわけだから、なんていうのか、まずそういう自分が出た時も、あ、守ろうとしてくれてるんだなってまず思うといいかなと思う。そうだね、そうだね。なんか、リンゴ教えてるところ、リンゴ教えてるその体でつながる体現法でも、メリットを感謝するみたいな、うん、Thank you って感謝することによって、そこで、あの、自分の中で気づくから、うん、その嫌な癖みたいなのが手放すことができる。そう、だからやっぱその、やっぱありがとうっていう気持ちで見れないと、結局守ろうとしてくれてる過去の自分に対して、あなたやめてよって言ってるのと一緒だから、やっぱ過去の自分は傷ついてるし、だからこう、なんか私の場合はやっぱありがとうもだけど、
今まで嫌がってごめんねもすごい大きいんですよ。そう、なんかやっぱり過去の自分を見た時にずっとそうやって守ってるのに、なんかこう嫌がって傷ついたみたいな、それに対しても傷ついてる。もうすごい傷ついてたから、だからこうやっぱり私の場合はありがとうよりもごめんねの方がいっぱいあって、そうだからこう、とにかく守ろうとしてくれてるっていう目線で見た時に、その感じでなんて声をかけたいかなってそれぞれ多分あると思うんですよ。そう、で私の場合はやっぱり、あ、ごめんねって守ってくれてたんだねっていう気持ちを本当にたくさん伝えてて、わー素敵。でもなんか本当にそうしていくと、自分を責めるとか自分をジャッジするのではなくて、自分、そういう自分が出てきても受け入れられる自分が出てくるから、すごい、うん、心地よく手放しの過程が心地よくできそう、うんうん、なんか手放す時ってみんな手放さなきゃいけないっていうなんか願望が強くて、それを自分が嫌な自分が出てくると嫌になって自分を責めたりするけど、ゆきちゃんが言う方法とかこのリンも教えてる方法も自分に優しく、うん、欲しくなれる、その過程が。で、それって大事だよね。だってこれ過程だから。本当にそう。やし、やっぱり全部を自分ごととすると、やっぱしんどいから、うん、やっぱ分けてる。そういう、あ、どういうこと？なんかこう、イライラが出てきたら、守ろうとしてくれてる過去のゆきちゃんが出てきたんだな。必要ないと思ってるから違和感を感じてるっていうだけだから。このゆきちゃんが守ろうとして今出てきてるんだね。で、分けれるとこの人目の前のことに対してムカつくより、あってこう自分の方に矢印が向けるというか、うん。で、出てるんですよ。私はその過去のゆきちゃん、今のゆきちゃんで、なりたい未来のゆきちゃん、なりたい自分も知っていくことが大事って本当に今思ってて、だからその過去のゆきちゃんに、あ、ありがとねって、そうやってしてくれて今までずっとありがとね、でもねっていう、未来の私はこうなりたいし、もうなれるから、もう大丈夫だよその方法みたいな、うん、今ねゆきちゃんが過去と未来のなんかこう橋渡し役みたいな感じで、こう話してると、私はそれもあと楽なのもある。全部が自分と思うとわけわかんなくなっちゃうし、の方にこう向いちゃって、こう被害者意識なり加害者意識なり、こう違うものが出てくるから、うん、うん、わー面白い。じゃあ過去の自分と今の自分と未来の自分って分けていくっていうことね。でそれで、うん、今の自分が柱役。わー、そうなった時にこの子に何て伝えるとうんうんってなるのかなみたいな。今の自分が心配だから守ろうとしてくれてるわけだから、どういう風に伝えたらこの過去の自分が安心するのかなっていう、あ、もうこの方法しなくていいんだってどうやったら思えるのかなっていうのを考えて話しかけてあげるみたいな。大事よ本当に。でそれがやっぱり自分を大事にするってことなのかなってすごい思う今は。自分を大事にするのが
自分分けて分けてお話、過去の自分にお話しして安心さを与えていくとか、うん、何のってニーズを聞いていくっていうこと、うんうん、できるし、俯瞰してみることもできるなっていう、そうそう、ね、本当にリモそう思うね、なんかそういうのって個人的にはやっぱり体とつながることによってこの自分が分けることができる、昔の自分全部同じっていうか分けてなかったから、全部一緒だったから分け方も知らなかったけど、体とつながって自分の姿勢とか呼吸とかに意識することによって、あ、過去のりんちゃんが来たっていうのが分かりやすくと思うと、本当に体つながること、そしてゆきちゃんのすごいある意味時空列、なんか過去今未来って分けていく、それも大事だね。わー、 Thank you Thank you。 わー、ね、でもなんかそういうことをしていくと本当に全部の自分でいい、まあ、大事にできる、自分を大事にできるって本当に全部の自分大丈夫だよって思えるようになっていけるよね。うん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 、いや本当にそう、そうそうそう、いやし、なんかやっぱそうやって、やってると、なんていうのか、それをやったから急にパンって自分が生まれ変わるとかじゃないし、何回も波は押し寄せてくるし、いやー、なんか本当にそうやって本当に家庭でジャーニーなんだよねっていうのが本当に思う。そうだからなんか、こう、あ、またできてないじゃんっていう攻め方もなんか自然となくなっていくというか、いやー、なんかこう波があって、こうその波がどんどん、なんていうかな、来る波が減ってくる感じ。いやーいやーいやー、それわかるわかる、それ、いやー、で、あとある意味攻めてしまう自分っていうのも、あのゆきちゃんの言葉で言うと、あの過去の自分、責めるっていうのも自分の過去の自分の癖であって、で、本当に思う。でも結構その癖も知らない人もいたりすると思う、意識してない人とか。あと本当に面白いのが、人生って本当に学んだ気づいたこと学んだっていう、なんかどうっていう、ある意味波が出てくる。わかる。で、それってやっぱり人生、これって魂の学校だから、なんか教え場クラスがこういろいろ出てきて、それをキャー、また来た、私やっぱりダメと思うんじゃなくて、ああ、うん、まだ気づいたことをやっていこうっていう、うんうん、ね、で、これって本当に、これがある意味リンの言葉で言うとセルフコーチング、自分がどれぐらいできるか、自分のことをどれぐらいコーチングできるか、どれぐらい自分の感情に気づいて、気づくだけじゃダメで、さっきゆきちゃんが言った、じゃあ過去の自分に安心感を与えるとか、話しかけていくとか、そういう時間を作るのも大事だよね。で、結構みんな忙しいとめんどくさいし、しかも考えると辛いとか思ってしまって、考える時間、余白作らないけど、作ってない人多いと思うけど、作ることが大事だよね。めちゃくちゃ大事。もう、あの、そうやってこう、なんていうかな、区切ってあげないと自分の日常を、慣れていくから、そういうことってなんかまたこう、なんていうかな、見過ごしていっちゃうというか、でも見過ごしたって絶対わかる、見過ごしてまた強くくるよね、なんかわかなんか内容を変え、品を変え、手を変えじゃないけど、もう気づいて欲しいが強くなるから、見過ごせば見過ごすほどだからこうし、やっぱりそれもなんていうのかな、こういう自分がいるんだよって、過去こういうことがあったから私はこうしないといけないって思った自分がいるんだよって、なんか見せてくれてるだけだし、こうその子を見過ごすってことは、やっぱちょっとこう自分をね、見てないふりとか、なんか、自分
をこう大事にできてないっていう形にもやっぱなるから、やっぱ大事にされたい、もう自分は自分に。なんかそれ、うん、あ、何聞きたいわ。私が自分で喋ってと思うのが、うん、自分は今の自分とすごい喋りたがってる。わー、それ素敵。うんうん、こういうことがあったからこういう風にやらないといけないとか、例えばそういう風になんかこう人をコントロールしないといけないとか、こう孤独を感じちゃいけないって思ったんだよっていう、いろんな思い出があるんですよ、やっぱ過去の自分って。それがあるから今の私をそういうことが起こりそうな時に守ろうとして感情がこう出るわけで、だからこう聞いてほしいんですよね、その過去の自分もなんでそういう風なことになったのかっていう経緯だったり、うん、だからこう、なんていうのか、そこと話せば話すほど過去の自分に対しても優しくなれるし、うん、それを話せば話すほど、あ、本当はでも私もこういう風な考えを持ってるんだな、こういう風になれるっていうのが分かってるんだなっていうのもなんか明確になってくるから、本当に私がめちゃ話せば話すほどしやすくなるし、うん、こう人に聞いてもらうとかよりやっぱ自分は自分に一番知ってほしいし愛してほしいっていうのがこうどんどん分かってくる。うん、分かってきたら、なんかもうその時間を取ってあげたいって今度なってくるから。しかも取らないと前に進めない。わあ。あとなんか聞いてと思ったのが、人に知ってもらいたいっていうよりは自分で知る方がって言ってたと思うけど、本当に人に知ってもらいたいっていうベクトルが外に行っても、自分が聞いてないと相手が聞いてても納得しないとか、だからこそ自分自身っていうのがすごい大事だよね。間に例えば恋愛とか特に多いと思う、相手に知ってもらいたいみたいな、相手に やって相手に、でもそうじゃなくて自分なんだよね。いやー、わー、あとなんか話しててわーっと思ったけど忘れちゃったことがあった。でもなんかすごい全部共感して、みんなメモもしてる、これ結構すごいいいこと話してるからなの。うん、あと もう思い出した、そのリンのこの体とつながるセルフコーチング法でも伝えてるのが、結構もやもや、あ、2つ思い出したい、伝えたいことでも1つがね1つが、あ、ちなみにこれ聞いてて何か感じたことある人、ぜひぜひコメントでも思ったことでもお伝えしてください。または個人的にね DM してくれるのも嬉しいです。結構じゃ過去の自分とじゃ今の自分で会話してて、あとその未来の自分っていうのも本当に明確にしていかないと、自分の次のネクストステップがわからないからこそずっと過去の自分に居やすくなってしまう。結構思うのが、ここの結構ヒーリングとか向き合う人たちの多いパターンが、過去ヒーリングヒーリングヒーリングに意識してしまって、じゃあ同じ状況でどんな自分になりたいかっていうのが答えられない人がいる。だからこそなんか忘れがちだからこそ、そのゆきちゃんが過去の自分、今の自分、未来の自分ってこう分けていくって、すごいシンプルで分かりやすくて好きって思いました。いや、あともう一つ思ったことが、じゃあ自分を大事にしていないっていうのは、このいろんな自分が自分だと思ってしまうからって言ってたと思うけど、ある意味なんかモヤモヤの状態をずっと継続していると、それは自分に大事にしてないってことなんだなってすごい最近思う。モヤモヤの状態で、このモヤモヤの状態っていうのが、このゆきりんごゆきりんごだと、この過去の自分、うん、今の自分、未来の自分が全部ごちゃごちゃなってる状態で、ちゃんと話しかけていない状態、話しかけていないとすごいモヤモヤして、なんかが
明確じゃなくて、で結局モヤモヤだからこそもしかしたら八つ当たりしてしまうのかもしれないし、モヤモヤだからこそ何も言わない、なんか何も言わない、相手に何も伝わない、モヤモヤのこともだからこそ関係がモヤモヤになってしまって、なんか、うん、なんか気持ちよくない、これ共感できる人いる？モヤモヤの状態から関係がモヤモヤになって、どうやってそこから出れなくなっちゃうか分からなくなっていくみたいな、もうそう、まあそうなってもいいけど、これモヤモヤになるっていうのも自分の過去のパターンだと思うから、それもこのね、分けてメリット探してっていうのをやってもらいたいなって本当に思った。わー、うん、わー、 I love this conversation。 なんか毎月ゆきちゃんと会話したい。So good。 もうりんちゃんとこのそうライブするのがすごい楽しい。あとりんもなんかすごいゆきちゃんとライブしてわー刺激的ってなってすごい好き。みんなはどう？わかります、メールで迷っているみたいな関係。わー、そうそうそう、本当にね、こう全部をなんかごちゃごちゃにしちゃうと、本当にやっぱこう自分もなんでこんな感情になるんだろうとか、なんか多分全部分かんない、分かんないってなっちゃうから、だからやっぱ分けることがすごい大事だなって私は思う。だからこうなんかとにかくモヤモヤした時はまず、あ、過去の自分が何かしらのサインを送ってくれてるから、あ、ありがとねとか、あ、大丈夫だよって声かけ、とにかくまず声かけてあげる。で、たらなんかこうで過去の自分をこう大丈夫だよとかって時にどういう表情してるんだろうとか、何を伝えたいんだろうって、やっぱこう知ろうとする気持ちがすごい大事で、そしたらこういうのって別に、あの、私スピリチュアルとかしてるけど何もできなくたってイメージは湧いてくるんですよ。ただ、あ、なんか怒ってる、悲しんでるとか、じゃあなんで怒ってるのかなとか、さらにこう聞いていってあげるみたいな、とにかく外側はただここがこう出る、なんていうかな、鏡なだけだから、一旦置いといて目の前のことはってやってあげると、モヤモヤもこう晴れてくるのがこう短くなる。ああこういうこと教えたいんだなとか、そうとかこう、うん、でそこで、でもなんか本当に癒す、過去を癒すだけだと、本当さっきりんちゃんが言ったみたいに進めない、どう進んでいいか分かんない。だからこうなりたい自分とか未来の自分、私こういう風になっていこうと思ってるし、なれるんだよって話してあげていくことで自分も明確になるし、あとやっぱりこれを今しててすごい思うのが、過去を癒すだけだと、そのなんていうのかな、自分はこういうことできないとかいう、なんかセルフイメージみたいなのがあるじゃないですか。それもなんていうのかな、セルフイメージがなかなか変わらない、うん、そう、だからこう未来の自分っていうのを明確にしとくことでセルフイメージが変わってくる、なんていうかな、うん、こういうふうになれるんだとか、あ、こういうふうにできるかもしれないとか、自分に対してのイメージが変わってくるから、なんか安心して過去の自分ともこう話せるようになってくるというか。わかる。ロリンちゃん。いやで、なんか追加してもいい？本当に思うのが、じゃあその未来の自分の、あ、明確、あ、すごい好き。みんな書いてるこれ。未来の自分が明確なるとセルフイメージが華やかに変わっていく。で、本当に思うのが、だからこそ未来の自分をもうなんか生きている人たちに触れていくと、その波動に触れていくと、あの、自分もそうなれるんだっていう根拠ない自信が出てきて、根拠が
なんか自信ができてきて、自分の過去の自分は安心できるんだよね。ただ未来の自分に近づいてない、近づくような行動を取っていないとやっぱり不安じゃん。何も行動取らないから、そう思うと過去の自分も不安、なんか不安になってしまう、うんうん、何も知ることがないから。だからこそ本当に未来の自分へ行動を取っていく、未来の自分をもう生きている人たちに会いに行くとか、話し会聞くとか、こういうライブ聞くとか、写真見るとか、そういうのって大事だよね。そしてセルスイメージを華やかに会に変えていく、うんうん、いやそれでその行動を取っていく中でいろいろ感情が出てくるから、その感情が出てきた時にさっきゆきちゃんが言っていたこととかね、うん、このセルフコーチング法をやっていくとコツコツと前に進められるんだよね。何？ああ、めっちゃわかる。そうそうね、やっぱそうやって行動して体験していくと、やっぱ過去の自分にもなんか説明もできるんですよね。ほらって、こういう風にやったらほらねって、もうそういう風に、なんていうのかな、守らなきゃいけないとか必要ないでしょみたいな、それだけじゃないでしょっていう、それが全てじゃないよっていうのがやっぱこう伝えれるし、うん、本当にこう癒すは本当に多分みんな知ってることというかね、手放しとか悩んでる人はたどり着くところだけど、やっぱり癒すだけじゃない、絶対に未来の明確さだったりとか、そういうそこに行くための行動だったりとか、でほらできるじゃんっていう自分を自分に見せてあげるみたいなことはやっぱりすごい大事だし、そこをこう見逃さないためにもやっぱりこう自分と普段からこう話したりとかしてないと、なんかどうしてもこうこんぐらいの成長当たり前じゃんっていう自分とかがいるとね、当たり前の基準がね高ければ高いほど見逃しちゃうから、うん、なんかそれ聞いて本当に思うのが、これ当たり前じゃん、できるの当たり前じゃんと思うのって、本当に自分をある意味大事にしてないと思うの、うん、大事にしてたら祝おうと思うの、これぐらいできたって、うん、でも当たり前じゃんって言うと、せっかく自分がやっていたこともお祝いできない、なんかまるで子供にそれ算数できるのは当たり前じゃんって言ってるか、でも、せっかく何みたいな、うん、いやー当たり前じゃん、そうだね、うん、わやっぱりこう今までこうなんていうかな、うん、ちょっとこう自己否定が強かったりする方とかはやっぱり当たり前のハードルがすごい高いのかなって、あ、やっぱりそもそも高い、うん、なんかついできちゃうとか、今までやってきたからこれぐらいは普通みたいなのをやっぱりこう下げることもすごい大事だなっていうのが、わあ、うん、でもそういうのはやっぱり、ね、私もりんちゃんの女性性開花とか受けたりとかしたけど、やっぱこうそういう自分がいいなって思う人に触れたりするとこう違う視点がやっぱもらえるし、あ、もうしかもりんちゃんの方がってお祝いしてくれるからなんか、あ、こういうのもお祝いなんだみたいな、そう、だからやっぱりそういう他の人との自分がいいなと思う人との関わりとかもなんかすごい大事、新しい視点になるし、したら、あ、私ってやっぱちょっと高かったのかなとか気づけるし、うん、うん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 、うん、なんかそれ聞いてちょっと余談だけど、うん、憧れの人に行くってやっぱり怖いとか不安とか、え、かけ離れててちょっとうわーって緊張するかもしれないけど、そういう緊張があっても行ってもらいたいよね。うん、もう本当に思ううんうん、もうだってね、まずそんな
もうウェルカムだし、相手は。私もすごい本当に自己否定がすごかったから、もともとやっぱりこう人に行く勇気がいる気持ちはすごいわかるんですよね。なんかこうえってなんかあなたが来たのみたいな私はやっぱ思われちゃうかもって最初思ってたりしてたから、でもそれもやっぱちょっと勇気だ出して一回でも行ってもらうと、あ、ウェルカムなんだっていう、やっぱまず気づきがあるじゃないですか。で、体験はやっぱ一回でもできると、あのよし行ってみようの次の一歩も軽くなっていくし、そうだね、そうだよね、そうだよね、共感してます。リモ怖いことが起きないんだよね。怖いこと、なんか怖いことが起きたもんって、リモすごい昔それが強かったの。怖い、あの、なんか怖いんだよ。でも何も怖いことが起きないんだよ。でもそれって体験しないとわからない。だからみんなその体験を作るようなきっかけを自分に今年は一回でもいいから与えることができますように、年末までに一回でもそういうこと、そういう体験。できますように。ゆきちゃんどうしよう、リーネ話してたら集中力切れちゃったすごい楽しいんだけどちょっと集中力がちょっと切れそうなのなのでもしよかったらまたリーライブ来月したいです。あーしましょう、リンちゃんしようありがとう。でリンもちょっと好きな点を書いてキャプションに書くようにするから、みんなも好きな点があったらぜひぜひコメントに書いてくれると嬉しいし、みんなのインスピレーションになります。わー本当にゆきちゃんありがとう、すごい楽しかった、話しててもうすごい楽しかった。いやありがとうりんちゃん。わーで、それで最後にゆきちゃんから何か告知したいこと、みんなのメッセージありますか？そうですね、やっぱり、まあ、今も話あの最初にねちょっと説明したんですけど、こうそういうこう自分だけじゃもう今もうどうしたらいいか分かんないとか、新しい視点が欲しいとか、あとこうやっぱそういう自分とのつながりを深くしたい方とか、本当に覚醒ワークっていう講師をやってるので、無料説明会とかもしてるので、気になる方はそうぜひっていうのと、まあ、例えばじゃあもう分かってるんだけどなかなか行動に動けないっていう方は、体のアプローチを今度は強化していくといいのかなって思うので、まあ、そういった方は古武術っていうのがあるので、こうそれって何なのとかどういうものなのっていう方にも説明しているので、ぜひぜひ連絡いただければなと思います。わあ、いやー素敵です。素敵です。ではでは、みんなありがとう。しかもゆきちゃんもありがとう。ゆきちゃんも本当に今日もありがとうございました。みんなもこれ聞いてくれてありがとう。みんなも今日のライブを聞いて何か自分のためになんかためになりますように。うんうん、いやあと、まあ、リモね一応言うと、じゃあ周りの目を気にしない、うんうん、あ周りの目を気にしてしまう人たちとかね、あとはやっぱりなんか恥ずかしいとかね、もっと自己解放したいけどでもそのやり方がわからない人たちへのセッションとかも行っているので、一緒に女性性開花して自己解放をもっとしたいっていう人は私に一度 DM してください。でこの中だと一応その自分の感情の向き合い方とかセルフコーチングの仕方とかも教えてるので、一緒にそれをしてどんどん解放していきたいと思います。イエーイ、さきこちゃん最初から最後までずっとありがとう。あ
ありがとうございます。今年も楽しみ。来月もよろしくお願いします。リンね、来月も楽しみです。ありがとうね、ゆきちゃん。みんなもありがとう。ありがとうございました。わあ、最高でしただって。イエーイ。ありがとう。こういうコメント嬉しいよ。さきこちゃんもありがとう。ひひ。じゃあね、バイバイ。はい、バイバイ。